パーマストン教自由貿易帝国主義の基手とされ19世紀中央のイギリス外交を領導した。自由貿易帝国主義は19世紀中央のイギリスがアジアなど非西欧地域に対して取ったとされる対外政策、通商政策であり、1960年代に概念化された自由貿易の帝国主義とも、 第二次世界大戦後初期に至るまで、1840年代、60年代の、ビクトリア朝中期のイギリスの対外進出政策、植民地政策は、マンチェスター派流の自由貿易主義の影響を受けて、小英国主義が強く、植民地獲得には消極的で、貿易すれども統治せずというものであったと、評価されてきた。しかし、現実には、当該域において、 中国でのアヘン戦争やロー戦争による貿易の拡大、クリミア戦争によるオスマン帝国への介入拡大、インド大反乱の乱、1857年から59年、鎮圧によるインド支配の強化など、イギリス帝国の拡大につながる重要な出来事が起こっているため、これらと自由貿易政策との関係をどう説明するのかが求められていた。1960年代に入って、 ジョン・ギャラハート・ロナルド・ロビンソンは、昭和国主義的な植民地方議論が、この時期の主流であったとする従来の見解に異議を唱え、ザ・エコノミック・ヒストリー・レビュー第2期六巻1号に掲載された、協調論文、自由貿易帝国主義において、この時期の非正応地域に対するイギリスの、進出政策には2つの形式が存在していたと主張した。すなわち一つは、 公式帝国であり、植民地化あるいは直接の支配であり、もう一つは非公式帝国であり、植民地化まで至らない主として経済進出の形で現れた影響力の拡大である。そして、対外進出の経費を考慮し、できる限り相手国とは不平等条約などを通じた自由貿易を追求し、それが、 相手国の排外的態度などにより不可能であると判断された場合は戦争など武力介入を通じて直接支配のもとでの貿易が行われていたとした。これにより従来の貿易スれども統治せずの定税はできる限り非公式なコントロールでの貿易やむを得ない場合は支配を伴う貿易と修正されたのである。この学説によれば 1830年代、50年代に3期にわたって外相を務め、その後60年代に至るまで2期にわたり首相を務めた自由党出身の第3代パーマストン子爵ヘンリー・ジョン・テンプルは典型的な自由貿易帝国主義の外交家、政治家であったと評価される。ありがとうございます。